事にするね。大事にするね。大事にするね。大事にするね。いい汗かこうぜ。
この辺りは造船所か？あんな出来損ないの船をわしに売りつけようとしたのか？いや、そんな滅相もございません。あれが伝説の船大工の弟子だと？バカにするのもいい加減にしろ。申し訳ございません。私めもまさかあれが弟子だとは。しかもあんな大金を吹っかけて船の相場も知らんのか？何もかもおっしゃる通りでございます。時間を無駄にした。不愉快だ。わしは帰るぞ。お待ちくださいませ。伝説の船大工の弟子だと？面白そうだな。帰んな。ここには出来損ないの船しかないの。その出来損ないの船ってやつに興味があってね。何？俺の名前はパルテティオ。西大陸から来た商人だ。あんたの船ちょいと拝ませちゃくれないか？この船は売り物じゃない。さっきどこかの金持ちがふっかけられたってぼやいてたぜ。値段を聞かれたから答えてやっただけさ。ちなみにいくらなんだ？参考までに聞かせてくれよ。10万リフ。売り物じゃないって言ったろ。文句があんなら買えんな。あいつが例の出来損ないか。確かに作りかけのまま長い間放置されてるようだが、俺の商売人としての勘が告げてる。あれは買いだってな。10万リーフか。残念だが今の手持ちじゃ足りねえな。金が貯まったらまた顔を出してみるか。
物だ。いっといで、いただき。さあ、ガオー、いっといで。さあ、ガオの時間です。さてと、どっかの乱れ、行きますか。イカズチよ、ブラボー。なるほどなるほど。大事にするね。大事にするね。するね。大事にするね。大事にするね。you
事にするね。大事にするね。審問の時間です。さてと、腕の乱れ、これはやれやれ、腕の乱れ。
審問の時間です。行きますか。属性の乱れ。なるほどなるほど。ここが花の都、ニューデルスタ。失礼、お嬢さん。ごめんなさい。小さい頃は母さんと西大陸を回ってたけど、こんなでっかい町あるのか。なんだろうこれ。街中にどんなスターなんだろう。楽しみだわ、ドルシネア様の舞台。大陸一の踊り子と同じ時代に生まれて幸せ。いい席が埋まるわ、急ぎましょう。
ふむふむ、劇場でスーパースターに会えるのか。私も行ってみようっと。でっけえ、なんもかんもでっけえ、村のみんなが見たら腰抜かすべ。あ、ビビってちゃダメ。よし、行くわよ。チケットを拝見します。え？恐れ入りますが、チケットがないと通せません。チケットってなんかかっこいい響き。村じゃ桃で通じたけど、文化が違うのね。郷に行ってはなんとか、母さんが言ってたっけ。よし、こうなったらチケットを手に入れるわよ。大事にするね。チケットを拝見します。これね。はい、どうぞ。ありがとうございます。こちらの半券を持ってご入場ください。わかりました。よし、行くわよ。本日はご来場いただき誠にありがとうございます。まもなく公演が始まります。お座席でお待ちください。わあ、
始まっちゃうみたい。急がなくちゃ。その歌声は鈴の音より麗しく、その舞踊は数多の宝玉より美しい。スターという言葉は彼女のために作られた。大陸一の踊り子、その名はドルシネア・ルーセル。あなたへ全てを捧げる。スターになるため私は生まれましたの。私を輝かせるのは他でもないあなたたち。さあ、めくるめく夜をご一緒に。踊り子はただもんじゃねえべ。いってて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 。てえなあ。みすぼらしい男だ。チケットも持たずこそこそと。チラッと覗こうとしただけだろ。ケチなこと言うなよ。ここはドルシネア様が踊る大陸一の大劇場だぞ。金がないのなら失せろ、貧民の生え目。やれやれ、舞台も終わっちまった。スターは空の彼方だな。あなたへ全てを捧げるか。さすがスーパースター、言うこともでっかいな。いいね、ジョーちゃん、ホットな踊りだ。ホット？
ドルシネアは見逃したが、君の踊りで元気が出てきた。ありがとう。私も元気をもらったとこなんです。この街、とっても素敵ですね。夢にあふれてて。なあ、そうだ。俺の名前はギル。裏通りの酒場で店主をやっている。知ってるかい？夢って豆の味がするんだぜ。豆ですか？俺の店では酒だけじゃなく、引き立てのコーヒーも出してるんだ。寄ってかないか？いいもん見れた礼がしたい。お店、お邪魔してもいいんですか？もちろん、歓迎だぜ。ようこそ、モントレーンの酒場へ。はあ、豆のいい香り。ま、一杯やれよ。うちの自慢のコーヒーだ。ほろ苦い。それが夢の味ってやつさ。スターになれるやつはほんの一握りだ。その下には夢破れた無数の星屑が転がってる。なんてな。ま、くつろいでってくれ。素敵なピアノ、どなたか弾かれるんですか？天木誘いのモントレーン。ここのマスターは有名なピアニストだったんだ。一線を退いた後、細々とこの酒場をやってた。俺はこの町の生まれでな。楽しみなんてなかった。酒場の外に漏れるピアノの音の他にはな。彼の音を聞くと日常を忘れ甘い気分になれた。最高にホットな音だった。俺は酒場に通い詰めた。モントレーンがピアノを教えてくれてな。この人の音みたいに誰かを喜ばせたい。そんな一心で俺は練習した。客に笑われたり、時に罵られたりもしたが、
それでも弾き続けた。気づいたら、俺もいい年になってた。客は誰も、俺の音に見向きもしないままで。憧れの人はじいさんになっていっちまった。で、ようやく気づいた。才能がないってな。その後、ここを継いで酒なんか出してる。昔話より酒をくれよ、ギル。やれやれ、またつけか。いい加減払えよな。ギルさん、私、聞いてみたいです、ギルさんのピアノ。あいにくだが、もうやめたんだ。ああ、やめとけやめとけ。夢なんか見るもんじゃねえ、傷つくだけさ。ギルさん、ここで踊っていいですか？ジョーちゃん。なんでかな、そうしたいって思うの。歓迎だ、ぜひやってくれ。ありがとう。さて、そうと決まればお客さんを集めてこなくちゃ。うんと集めてくるから、一緒に盛り上げようね。おいおい、張り切りすぎんなよ。俺がさばききれなくなっちまう。客を連れてきたら俺に声をかけてくれ。ギルさんに言えばいいのね。それじゃ、行ってきまーす。にぎやかになりそうだ。行きましょう。お、早速連れてきたな。その調子で頼むぜ。はい、よろしくね、ギルさん。行きましょう。行きましょう。
だいぶ客が集まったな。まだ客を集めてくるのか。じゃあ会場も温まってきたことだし、本日の公演始めるとするか。いいぞ、お嬢ちゃん。生かす踊りだったぜ。皆さん、ありがとう。やっぱり、嬢ちゃんの踊りはホットだ。本当言うとな、こいつらにも見せてやりたかった。ねえ、ギルさん、しばらくここで踊らせてもらえない？願ってもないことだ。ろくに金も出せねえが。じゃあ決まりね。よし、まだまだ踊るわよ。聞いたか、ギルの店に踊り子が入ったって。何でも見ると元気になれるんだとよ。ちょっと行ってみるか。おはようございます。元気出たか。ああちっとな。おはようございます。みんな早いね。なに、早く起きちまってな。しまった。どうしたの、ギルさん。ここんところ忙しくてよ、食材の補充を忘れちまってた。それなら私買ってくるよ。ギルさんは開店の準備お願いね。悪いな、嬢ちゃん。頼んだぜ。邪魔だ、どけ。ああ、ごめんなさい。さんのお客さんかな。ちょっと気になるけど、先に用事を済ませてこなくちゃ。お、なんだ嬢ちゃん、忘れ物か。繁盛しているようだな。あんた、大劇場の。こんなバスへの店に、大劇場の支配人が何のご用で。ふん、身の程を教えてやろうと思ってな。焼きたてパンに香辛料もろもろ。うん、頼まれたものは揃ってるわね。ん？あれってさっきのお客さん？どうかお恵みを。みすぼらしい。これだから貧民どもは。ふん、早め。臭くてかなわんぞ。大丈夫ですか。うん、もう一匹か。叩いてもキリがないな。さっさと大劇場に戻るぞ。
ちょっと、なんて乱暴なの。次に見かけたら文句言ってやるべ。ギルさん、その顔、どうしたの。ああ、これか、転んじまったな。嘘、ギルさん、誰がこんなこと。大劇場の支配人だよ。それって、さっきの。どうして？この酒場がお盛んなのが気に食わんらしい。また演奏すりゃ今度は店を潰すときた。何それ。楽しみを見つけてもすぐ消えちまう。慣れっこだろ。やっぱ見るもんじゃないか、夢なんて。ギルさん、ジョーちゃんが来て少し期待しちまったんだ。ここのみんなが元気になるって、昔見た夢と同じさ。俺はそのために鍵盤叩いて曲書いて、結局叶える力はなかったけどな。ま、星屑は星屑らしくさ。夢を見ちゃいけないなんて言わないで。大劇場の支配人だっけか。人の夢を踏みにじるなんて絶対に許せない。大劇場に行って一言文句言ってくるべ。アグネアちゃん。ジョーちゃん。お客様、お待ちください。本日は公演はございませんが。支配人さんはどこだべ。え、失礼ですが、どちら様で。あれは見つけたわよ。ちょっとお客様、勝手に入られては困ります。
でね。ほよ。いっといで。転んだ。あたしの番。そこじゃん。悪いな。やれやれ。飾ってきな。幸運の矢。さあ、次はクライマックスよ。そこでごめんね。こっからだ。来た来た。あから。よっしゃー。ガオー。そこに支配人さん、すぐ行くから待ってなさいよ。上がってきな。幸運の矢。いいね。さあ行こう。行っといで。
いいでしょう。成果の必要は輝きたまえ。来た来た。どかれれれれ。オッケー。はあ、腹減った。あなたね、ギルさんたちを襲ったのは。客かと思えば、貴様、例の酒場の踊り子だな。なんだ、仕事でも来いに来たのか。いいえ、一言言いに来たの。ふん、筋違いだ。劇場の真似事をした報いだよ。町に劇場は二つも不要。一人でも多くの客をこっちに。そう、客はすべてわしの大劇場のものなのだ。支配人さん、誰かの楽しみを無理やり奪うなんて許せない。くだらん。楽しみたいなら大劇場に来ればよかろう。もっとも貧民に買えるチケットなどないがな。でもモントレーンの酒場がある。あの酒場はみんなの希望よ。ギルさんにもまた夢を見てもらいたい。もう酒場に手を出さないって約束してください。それまで私帰りませんから。このわしを怒らせおってる小娘のハエめ、ここで叩き潰してくれる。ハエハエうるさいな。よっしゃ。
の番。そこそこね。なんでそう。さあ行こう。行っといで。さてと。アレファンに学びましょう。かかってきな。しっかり働いてもらうぜ。いくよ。そこに行け。ありがとうさん。いいでしょう。させません。ごめん。いた。やれやれ、本気でいきますよ。ほらよ。ほよ。おしっと、踊るわよ。あっ、そこ、よし。悪いな。行くぜ。やってやるぜ。さあ行こう。傷を癒したまえ。こっからだ。働いてもらうぜ。さてと。癒しの奇跡を与えたまえ。さあ。かかってきな。私の獲物だ。よいしょ。腹ペコだ。
いいでしょう。やめなさい。行くぜ。やってやるぜ。幸運の矢。踊るわよ。クライマックスよ。ありがとう。この小娘。そこまで。ドルシネア様。にぎやかだと思えば、この茶番は何ですの？そんな小さな酒場、ほっといて差し上げなさい。しかし、ドルシネア様。見苦しいですわよ、支配人さん。私を誰だと？大陸一のスーパースタードルシネア・ルーセル。私が踊れば地の果てにいる観客も湧く。このきら星に比べれば他のすべては塵よ。さあお嬢さんにお約束なさい。もう酒場を襲わないと。こんなしみったれた支配人の劇場じゃ、私は二度と踊りませんわよ。なな、約束します。よろしい。これで一件落着ですわね。ドルシネアさん。そのドレスと髪飾り、素敵ね。私もスターを目指してるんです。あら、そう。なら覚えておくことね。スターの道は茨の道ですわよ、小さな踊り子さん。ジョーちゃん、やっぱ心配だな。みんなで追いかけてきちまった。皆さんありがとう。やったよ、酒場を続けられるわ。ドルシネアさんが支配人に約束させたの。あのドルシネアが？すげえ。悪かった、一人で行かせちまって。ううん、いいの。怪我はもう大丈夫？ああ、くたばってられるか。相棒も元気になったぜ。相棒？ピアノ直せたのね。よかった。
こいつもまだまだやれるさ。また一緒に酒場を盛り上げようね。どうしたの？ジョーちゃんはこんなとこにいちゃいけない。もっともっとたくさんの人たちを幸せにできるはずだ。キルさん、これからは俺らが力を合わせて酒場を盛り上げてく。この街に少しでも希望を奏でられるようにな。皆さん、ありがとう。なんでジョーちゃんが言う？君は大事なものを俺たちに思い出させてくれた。キルさん、こいつを受け取ってくれ。せめてもの礼だ。ありがとう、ギルさん。素敵な曲。こっちこそありがとうよ、ジョーちゃん。最高にホットだ。また遊びに来いよ、アグネアちゃん。また一曲やろうぜ。皆さん、ありがとう。お疲れさん、ジョーちゃん。選別だ。楽譜？希望の歌。一緒にやったあの曲さ、俺が書いたんだ。他に渡せるもんがね。よかったら使ってくれ。いいんですか、あの曲は。安いもんだ。もらったものに比べりゃな。ありがとう、ギルさん。素敵な曲。みんなを希望で包むような。ギルさん、すごいよ。音だけだがな、詩は書けなかったんだ。だったら私が書いていいですか。旅をしながら詩をつけてみたいの。いいね。いつか聞かせてくれよ。なあ、この町に来てジョーちゃんは何を感じた？そうね、この町で感じたのは、私、今のこの気持ちを詩に込めてみる。旅の中でもっともっと経験して、いつか歌にしてみせる。そしてね、この曲を踊ってたくさんの人を幸せにするの。ジョーちゃんならなれるさ、スターに。キルさん、あなただって。
ドルシネア様、なぜあのような小娘に情けを？あら、情けをかけたわけじゃなくてよ。あんな酒場、取るに足らないものでしょ。そんなことより、あの計画は順調ですの？は。よろしくてよ。
神よ。おう、我が主に何か用か。霊翼公ドーターは邪神ビーデとの戦いに傷つき、長い眠りについた。聖典の一節を送ってやる。すべてはビーデ様の御心のまま。ここが水の都、ハナルブライン。あの日、事件直前まで教皇に会っていた人物、神学者ルーチ。彼の足跡をたどり、ここに行き着いた。彼が犯人についての鍵を握っているだろう。おい、来てみろ。これより先は封鎖とする。なんだよ、ちょっとくらいいいだろう。下がられよ。事件は聖堂機関が調査中である。穏やかじゃないですね。さて、状況を把握しなきゃ始まりませんね。何が起きているか少し周囲の話を聞いてみましょう。町の高名な薬師が何者かによって殺されたらしい。教皇の事件との関連は、さて。貴様、何を嗅ぎ回っている。おっと、見つかりましたか。私は異端審問。動くな、不審者め。武器を隠し持っているな。拘束させてもらうぞ。強引な人たちですね。待ちなさい。その方は教会本部のテメノス審問官です。拘束の必要はありません。僕が保証します。聖堂騎士殿、これは失礼しました。クリック君、また会いましたね。君の移動先というのはこの町でしたか。はい、まさかテメノスさんも来られるとは。でも幸いでした。誤って捕まるところでしたね。テメノスさん、
顔色が悪いようですが。不覚です。子羊くんに借りを作るとは。子羊、また恥ずかしい呼び方を。だが借りは借りです。覚えておきますよ。しかし君の移動先と同じとは、これはまるで運命なんて言わないでくださいよ。制度機関と私は同じ推測をした、そう言おうとしたのです。ふざけている場合じゃないですよ、クリック君。すみません。テメノスさんも進学者ルーチを疑っているので。終わりの夜、彼の代表的な著書の題名です。夜という言葉が気にかかってね。やがて夜迫る。教皇が残したメモの一節にもありましたね。夜は神話では脅威や敵の暗喩に用いられる。教皇はルーチーを脅威と伝えようとしたとも取れます。それで制度機関は何か掴んだのですか？ いえ、何も。やれやれ、使えないカラスたちだ。テメノスさんは何か考えがあるんですか？ええ、ありますよ。二つの事件の共通点は晴天だけではないようです。どういうことですか？先ほど町の人たちから興味深い話を聞けました。殺された薬師は数日前、ある男と密会していたそうです。神学者ルーチーとね。なんと。ルーチーは教皇とも殺される直前に会っていました。つまり二つの事件への関与が疑われます。やはり彼が最重要参考人のようですね。さあご注目、踊り子ヘルメスの舞台を見逃すな。あんたも一枚買うかい。町一番の女神を拝めるぜ。衣装と同じ赤いチケットだ。生かすだろ。遠慮します。あいにく取り込んでまして。けっ、しけてやがるぜ。ご注目ご注目、こぞって酒場に集合だ。見逃すな。こんな一大事に。テメノスさん、神学者ルーチーを訪ねましょう。一刻を争います。彼を止めなければ。少し気が進みませんね。何を悠長な。急がなければ手遅れになりますよ。確かに彼への疑いは強いが、何か引っかかる。しかし他に手がかりもなさそうだ。いいでしょう。神学者ルーチーの家へ向かいますよ。
ルーチーさん、おいでですか。聖堂機関の者です。お話を伺わせてください。返事がありませんね。やはりかくなる上は力ずくでいきましょう。何をする気ですか、テメノスさん。いけませんよ。機関の許可が必要です。言ってる場合ですか。一刻を争うのでしょう。それはそうですが。許可は後から取ればいい。君には剣があります。そんな。ブラボー、成長しましたね、クリック君。さあ、お邪魔しましょうか。主よ、お許しください。これは神学者ルーチー。死んでいる。本人に違いありません。彼は犯人ではなかったようですね。では誰が。僕は応援を呼びに。待ちなさい、クリック君。聖堂機関が荒らす前に私たちでここを調べますよ。真犯人への手がかりを見つけましょう。この町か。カルディナ様、聖堂機関の長であるあなた様が出向かずとも。考えあってのことだ。行くぞ。失礼を。聖堂騎士団。聖典にも記された英雄たちがご登場と。この事件、もしかしてでかいのかもな。オルトよ、状況に変わりはあるか。本部から異端審問官が来訪したそうです。ほう、噂に聞くテメノスか。あの犬、鼻が利くようだな。構わん、野放しにしておけ。よろしいので。我々は主から授かりし使命を全うするのみ。いかがでしょうか、テメノスさん。せっかちですね、君は。ちょっと考えさせなさい。すみません。見覚えがあるぞ、これ。真実は炎の中に。これはルーチーの手記。
興味深い内容だな。今回の事件に関係する内容かはまだわからないな。これは神々への祈りを捧げる際の手引き書か。順番、邪神ビーデとの戦いで倒れていった神々の伝承と一致する、さあ祈りを捧げよう。正しく祈れば祝福を、逆をたどれば呪いを賜るであろう。これはもしや今回殺された3人に関係するのか。第一の標的は教皇、すなわち聖火神エルフリック。次は薬師、これは霊薬庫ドータ。そして学者であるルーチー、赤学王アレファン。これが連続した一連の事件で祈りの順序を逆にたどっているとすれば、犯人の次の目標は舞踏機シルティージ、踊り子か。なるほどなるほど。お帰りなさい、テメノスさん。犯人の次の標的が分かりましたよ。え、本当ですか？クリック君、この町に有名な踊り子はいますか？お、踊り子ですか？そういえば、さっきチケットを売ってましたよね。確か、ヘルメスという踊り子の舞台が酒場であるとかなんとかって。そうか。いや、よく覚えてましたね。テメノさん、どこへ。急ぎますよクリック君。犯人はきっとその酒場に現れます。
私のお魚さんたち、今宵は心ゆくまで楽しんでいらしてね。カナルブラインの女神よ、間に合ったようですね。テムノさん、この中に犯人が。うまく紛れましたね。ですが無駄ですよ、私が正体を暴いてあげます。暴かせてもらいますよ。やれやれ、手の乱れ。いいでしょう、炎よ燃えろ。炎よ燃えろ。で行きますよ、毒の乱れ。炎よ燃えろ。炎よ燃え。いいですね。教皇から始まった連続殺人、その犯人は建築士バドスさん、あなたです。あなたは聖家臣を殺した後この町へ移り、霊薬工と赤学王を次々と手にかけた。そして聖典に従えば、次に命を落とすのは舞踏鬼シルティージ、踊り子ヘルメスが次の標的。そうですね。お願いやめて。我唯一の神リーデ様のしもべなり、愚者どもめ、真実を見よ。聖堂騎士、新人だがな。ブラボークリック君。待て！やつはどこに？クリック君、あっちです。あれは聖堂機関の船。急がなくては。
くでない？よっしゃ。変形カタパルト！手加減できねえぜ。ありがとう、パルテテオ。そこでごめんね。ありがとう。つまずいたって戻り続けなきゃね。さあ、審問の時間ですよ。邪神 B でのしもべさん。教皇は死の間際にあるメモを残していました。やがて夜迫る。これは、炎を守りし一族の言葉らしい。そして、あなたの手の甲にある不思議な入れ墨はその一族のものだ。教皇は伝えていたんです。炎を守りし一族が犯人だと。あの日あなたは地下通路を通り大聖堂へ魔獣を引き入れ教皇を殺害した。そして魔獣をその場に残し平然とあそこに立っていたんです。よくぞ見破った。私の目はごまかせません。神ですらね。バドスさん、なぜ？ここで捕まるわけにはいかない。私には使命がある。さあ、Bでのしもべさん、踊るわよ。アレファンに学びましょう。おや？行っといで。ごめんね。行くぜ。しっかり働いてもらうぜ。私の獲物だ。いっといで。いただき。こっからだ。頼んだぜ。おに行きます。行くよ。クライマックスよ。いいでしょう。悔い改めなさい。狂乱よ。オッケー、テメノス。踊るわよ。
さあさあさあ、Bでのしもべさん、やれやれ、うん、アレファンに学びましょう。あたしの番、そこそこね。さあ行こう。あから転んだ。行くぜ。働いてもらうぜ。およ。ガロロロロロ。よいしょ。ガオン。行くぜ。さて、話してもらいましょうか。静かなる黄昏に身を任せる。光は消えゆく。そこまでだ。カルディナ機関長、来賢者をブランドの皆において貴様を拘束する。許しを請うがいい。主が断罪してくださるぞ。うぬぼれるな。許しを請うのは貴様らだ。連れて行け。クリックと言ったな。よくやった。制動機関のカラスさんたち、やれやれ、あなた方は柿が甘くなるとやってきますね。我々には渋柿をつつく暇などないのでな。下がれ。貴様の審問など不要だ。お言葉ですが、制動機関長、犯人は異端ですよ。
聖典に見立てて殺人を犯しているのですから。口が減らんな。クリック、来い。命を与える。はっ。飼い主を失った犬め。噛みつきますよ。本部機関ですか。この町の後始末は我らが預かることとし、バドスの身柄は聖堂機関本部に移し交留する。貴様にはその護衛を命ずる。光栄です、機関長。ただなんだ。今回の犯人拘束はテメノス審問官の功績です。彼に審問の機会を与えてはいかがかと。許可しよう、亡き教皇に免じて。ありがとうございます、機関長。クリックよ、調査の中で何か見聞きしたか。バドスが拘束前に妙なことを口にしました。静かなる黄昏に身を任せるな。光は消えゆく。どこかで聞いた気がするのですが。ご苦労、下がっていい。お手柄だな、クリック。オルト、それは皮肉か。一緒に入信したのに、君はカルディナ機関長の親衛隊だ。君にはかなわないよ、オルト。そうかな。剣は合格だ。いちいち交えなくても分かってるだろう。ふん、腕が鈍ることもある。俺がこの立場にいるのはカルディナ様に拾われたからだ。お前を聖火教会に招いたのは異端審問官だったな。ああ。炎が我が暗き道を照らす。俺たちは互いに自らの炎と歩んでいるわけだ。ああ、互いの道が正しい道だと信じよう。聖火の加護があらんこと。君もね、オルト。テメノさん、何を読まれているので。神学者ルーチーの手記です。現場から拝借しました。また証拠品を勝手に。固いことは一個なしです。これも調査のうちですよ。主よ、お許しを。で、君はこれからどうするんですか。一連の殺人事件はこれで幕引きです。
僕は建築士バドスを護送し本部に帰還します。本部に拘束した後はあなたも彼に面会できますよ。おお、あのカラスが許可するとはきな臭いですね。今回の件への霊化と疑いすぎは良くないですよ。疑うのが仕事なもんで。さて、道は二つあります。え、聖堂機関本部へ向かわれるのでは。それが一つ、彼の審問に赴く道です。しかし別の道がこの手記に記されています。落日の遺跡、クラックレッジの遺跡らしいのですが、神学者ルーチーが生前調査をしていたようです。重要な手がかりがある気がする。そこへ調査に赴くのが二つ目の道です。果たしてどちらの謎から解くべきか。どうかお気をつけて、テメノスさん。本部へ来られるときは僕が歓迎します。楽しみにしていますよ。クリック君、事件の幕はまだ降りていません。なぜ犯人は殺人を犯したのか、なぜ発信に見立てて殺したのか、重大な何かを見落としている気がする。その何かを探しに行かなければ。
踊りましょう。よっしゃ、幸運の矢始まりだ。私の獲物だ。いっぱいで、あたしの番。よし、そこごめんね。ここが東大陸の町か。オアーズラッシュとはまた違う雰囲気だが、匂ってくるんだよな、商売の匂いってやつがよ。どーれ、それじゃあ早速町を覗いてみるとすっか。するね。大事にするね。大事にするね。
禁門の時間です。行きますか。ご性の乱れ。はい。さてと、それやれやれ、マジックスティールロッド。行きますか。マジックスティールロッド。この気でいきます。どうですか。なるほどなるほど。暴かせてもらいます。やれやれ。特殊のブラボー。大事にするね。困るんですよ。きっちり払ってもらわないと。ん？このお金は渡せない。それに税は払ったばっかりだ。ちっ、世間知らずのガキめ。ロックカンパニーの恩恵に預かっておきながら。ロックカンパニー？
この町に住む者にとって税の支払いは絶対なのです。子供だろうと関係ない。渡すもんか。小さい弟たちが待ってんだ。痛い目を見たいようですね。よう、おっさん、その辺にしとけよ。感心しねえな、子供相手にカツアゲとはよ。ちっ、邪魔が入った。日を改めましょう。覚えておきなさい、ガキ、納税は絶対です。大丈夫か、坊主。その金、自分で稼いだのか。大したもんだぜ。さあ、行きな。ありがとう、黄色い兄ちゃん。見てましたよ、そこの方。謎の黄色コートの男、ロック社の税徴収を撃退。ピンときましたよ。あなた、いいネタになりそうですね。どれだ、あんた。おっと失礼、こういうものです。デルスタタイムス、記者オリ。なんだこの四角い紙は。あんた変わってるな。目の前なんだ、口で言ってくれよ。それ名刺ですから。え、何それ。名刺ってのか、これ初めて見たぜ。俺がいたオアーズラ市じゃ使われてなかったな。なんと、西にはない文化なんですね。あ、では新聞も。これ、うちの新聞です。よかったら一部どうぞ。ほう、これが新聞ってのか。東は進んでんだな。へへ、ありがとうさん、いろいろと勉強になるぜ。ところでさ、ロックカンパニーって何。それはもちろん、ロックブリリアント氏の会社です。おお、やっぱりロックのおやさんだったか。おやさん。ロックカンパニーは設立から8年で急速に拡大し、今や誰もが知る世界屈指の大企業となりました。蒸気機関の普及によって。蒸気機関、あの話が現実になったのか。さすがおやっさんだぜ。食料、衣服などなど、町のすべてが頼りきりです。新聞の普及だって蒸気機関のおかげなんですよ。製造や流通の効率が一変し、まさに革命が起きたんです。おお、ロックブリリアント氏は今や世界一の大富豪ですよ。あれ、渋い顔。
そんだけ儲かってりゃ町だって潤っていいはずだ。だがなぜ貧しい奴らがいる？ここでは蒸気機関の恩恵を受ける全てが課税対象です。貧困層からも容赦なく徴収がされます。ロックカンパニーには逆らう者はいませんから。よし、おやっさんに会いに行くか。ちょうど聞きてえこともあったしな。あなたは何者なんですか？おっと、これは失礼したな。旅の商人、パルテティオだ。そいつは俺の名刺だぜ。銀行員？いろいろとありがとさん。旅の商人パルテティオ、あの大富豪ロックに物申す。うんうん、私の勘に間違いはなさそうね。取材よ、取材。暴かせてもらいますよ。行きますか。独裁の乱れ。ご愁傷様。さてと、このいいでしょう。マジックスティールロッド。改めなさい。ほらほら。なるほどなるほど。ここがおやっさんの工場か。ここで蒸気機関ってやつを作ってんだろうな。でかい。でかすぎるぜ。待てよ、もう一度検証してみよう。これで燃焼効率が4倍以上になるはず。あとは高圧に耐えるボイラーさえあれば。おっと、大丈夫か？すみません、つい考え事。気をつけね。ああ、そうそう。あんた、ロックっておやっさんを知らねえか？ロック？社長ですか？あちらの本社にいらっしゃると思います。それでは、私は。どっかにぶつかるね。
さてと、おやすさんは本社ね。お邪魔するとするか。失礼します、社長。税の徴収はおおむね順調に進んでおります。新たに労働税を増やしたおかげで税収も上がっております。ですがまだまだ絞り取る余地がありそうです。そうか。この町をはじめブライトランド地方は蒸気機関によって変わった。だがこんなものではない。蒸気機関は世界を変える。蒸気機関の量産さえできれば世界中の産業が発展する。さすがです、社長。富とは正直なものだ。持つべきものが持たなければその進化は発揮されない。持つべきものが持ってこそ世は発展する。よう、俺は旅の商人パルテティオってもんだ。ロックのおやすさんに取り継いでもらえねえか。おやすさん。約束もなしですまねえが、俺の名前を言えば伝わるはずだ。そう言われましてもお通ししかねます。やれやれ、またあなたですか。ここの社長の昔馴染だ。血と話があってな。あいにくですが社長は不在です。お引き取りを。いねえのか。なら仕方ねえな。手間取らせたな。これ取っといてくれ。さてと、帰るとは言ってねえからな。おやすさんが戻るまでちと工場でも見学させてもらうか。
大事にするね。暴かせてもらいます。いいでしょう。マジックスティールロッド。なるほどなるほど。作っちまったんだな。こいつだけ他と違って見えるな。ん？なんだこの煙は。危ない！離れて！大丈夫ですか？その装置は改良中で。ああ、勝手して悪かった。ん？あんたはさっきの。さて、お会いしたことはありましたっけ？いや、いいんだ。これ改良中って言ったよな。従来の蒸気機関は製造が難しく、とても時間がかかります。なので量産できるような製造方法を研究しているんです。おお、量産できれば世界中でたくさんのものを生産できます。ものが増えれば仕事も増える。はい、世界中のみんなが豊かになるんです。それが僕の夢です。最高だぜ、あんた。全面的に賛成だ。ありがとうございます。ただ課題がありまして、量産するにはコストを抑えなくてはなりません。でも品質まで落ちてしまうとボイラーの安全面に不安が。さっきみたいに爆発しちまうってことか。ええ、事故が多発するようでは普及にも歯止めがかかりますし。要するに安くて丈夫な素材がありゃいいんだろ。よし、そんなもん俺が調達してきてやるよ。本当ですか？あなたは一体。旅の商人パルテティオだ。あんたの夢、俺にも一枚かませてくれ。ボイラーの素材ね。ただの素材じゃダメなんだよな。安くて耐久性のある素材。
武具屋でも当たってみるか。へへ、腕が鳴るぜ。邪魔するぜ。いらっしゃい。武器から防具まで何でも揃ってるよ。熱や衝撃に強い金属を探してるんだが、知らねえか。鉄よりもうんと強えやつが必要なんだが。鉄よりも強い？そんなのあったらとっくにうちはボロ儲けだ。だよな。丘を渡ってみるか。あ、ちょっと待ってくれ、兄ちゃん。こんなんでよけりゃいくらでも譲ってやれるが、黒くメタルって言ってな、熱を加えるほど高度を増す金属だ。それこそ鉄よりも硬くなる。逆に常温では簡単に割れちまうから、武器や防具には使えねえけどな。鉄よりも軽いから時計の部品なんかにも使われてるぜ。熱を加えるほど高度を増すか。常に高温で稼働させるボイラーにはぴったりなんじゃ。試してみる価値はありそうだな。フロイド、こんな素材を見つけてきたぜ。これは？黒くメタルって金属でな、常温ではすぐ割れちまうんだが、熱を加えるほど高度が増すらしい。常に高温なボイラーにはうってつけの素材じゃねえか。確かに。早速試してみましょう。ダメでした。ね、そうか。この金属、おっしゃる通り、いや、それ以上の高度でした。ただ、加工が難しいんです。常温だとすぐ割れてしまう。で、熱を与えりゃ硬くなってびくともしねえ。ええ、そりゃ確かに盲点だった。すまねえフロイド。いえ、こちらこそ。ご期待に添えずすみません。くさん、いけると思ったんだけどな。やっぱ俺みたいな素人の思いつきじゃ無理があったか。けどよ、素人じゃなけりゃどうだ。黒くメタルの加工方法を知ってる玄人を連れてくりゃいいんだ。問題はその玄人が誰かってことだが。時計職人なら黒くメタルの扱いに詳しいはずだ。よっしゃ、
そうと決まれば早速探してみるか。いれば100人力だ。クロクメタルの加工を頼んだぜ。待たせたな。あ、パルテティオさん。時計職人のじいさんだ。時計職人さん？クロクメタルは時計の材料としてよく使われてるらしい。ということは、この時計職人さんなら。ああ、クロクメタルを加工できる。ってわけで頼んだぜ、じいさん。クロクメタルの加工は温度の管理が大切でな。見ていなさい、コツさえつかめばすぐ加工できる。はい。完成しましたよ、パルテティオさん。おお、この製法なら蒸気機関の大量生産が可能です。世界中の幸せに近づいたってわけだ。僕の夢も一歩前進だ。パルテティオさんのおかげです。よっしゃ、完成を祝して一杯やるか。長かった。蒸気機関を発明したのは僕の師匠だったんです。僕らの故郷は炭鉱でしたが、石炭を取り尽くしてしまって、衰退する町を活気づけようと蒸気機関を考案しました。でも資金が少なく、研究は頓挫してしまったんです。そこにやってきたのがロックのおやさんか。あの方は恩人です。町に出資し僕らを雇ってくれて、それから8年、やっと理想を形にできました。フロイド言ってたよな、量産できれば世界中でたくさんのものを生産できる、世界中のみんなが豊かになるって。僕の故郷も、それに同じような境遇にある世界中の町も救えます。そうなれば蒸気機関を発明した師匠に報いることになる。やったな、フロイド。
バルテティオさんの協力があってこそですよ。あ、いけない。そろそろ社長が工場にお見えの時間だ。おやすさんが？俺も行ってもいいか？もちろんです。僕は先に戻っていますね。話は通しておきますので、準備ができたらお越しください。姉ちゃん、勘定頼む。釣りはいいや、いい日だからな。するね。大事にするね。ありゃ、完成した蒸気機関、確かにここにあったはずだが、どこ行っちまったんだ。フロイドもいねえみたいだし。おい貴様、そんなところで何をしている。ちょっと待ってくれ、話を聞いてくれ。問答無用、侵入者を排除する。来た来た、獲物だ。行くよ。そこ、うん、くそ、この変ガチョ。ちょっとタンマ、ついたって
踊り続けなきゃね。やっちまったな。だがなんか気な臭い。工場の奥に行ってみっか。約束したじゃないですか。蒸気機関を貧しい町にまで広く普及させるってしたかもしれませんね。そんな口約束でも我が社との契約を忘れたのですか。研究資金を出す代わりに蒸気機関の権利を我が社が有する。ロックカンパニーは蒸気機関の独占権を得ているのです。改良型蒸気機関の完成を社長は喜ばれることでしょう。だが他社に使わせる気などつゆほどもありません。そんな。だから忘れることです。くだらない夢などね。
言わせない。この研究は世界中のみんなを豊かにできるんだ。技術は人を幸せにしてこそ価値のあるものなんだ。よく言ったフロイド、全面的に賛成するぜ。またあなたですか。部外者に用はありません。確かに俺は部外者だ。だがフロイドの友人として言わせてもらうぜ。人の夢を足げにするんじゃねえ。それが私欲のためならなおさらな。よくわかりましたよ。あなたは我が社にとって非常に都合の悪い人間らしい。へえ、だったらどうする。お、ワンコじゃねえか。このガーネットは社長の愛犬です。我が社の邪魔者をことごとく追い払ってきました。へえ、そいつは大したワンコだ。バルテティアさん、逃げましょう。いや、逃げねえ。夢を忘れたのか。てめえの夢をつかむために戦うんだよ。さあ、来な。ワンコが相手かよ。いいでしょう。ルーン、行くよ。そこ、やった。私の獲物だ。行っといで。行くぜ。仕事だぜ。さてと、傷を癒やした。かかってきな。さあ、そこ。私の獲物だ。
クジャクの舞。いいでしょう。改めなさい。来た来た。傷を癒した前へ入れたよ。よっしゃ。トラブルは止めんだぜ。やれやれ。どうしての乱れ。あたしの番。よーし。そこ。あたしの獲物だ。いっといで。行きますか。極限の乱れ。来た来た。行っといで。さあ。そこ。ブラボー、カルテット。本気でいきますよ。私の番。なせばなる。そこ。行くぜ。しっかり働いてもらうぜ。よっしゃ。
と噛みつくぞ。幸運の矢。私の番。そこ。行くぜ。しっかり働いてもらうぜ。行きますか。辻さん。悪いね。さてと、毒性の乱れ。ありがとうさん。さあ行こう。行っといで。悪いな。踊るわよ。よっしゃ。終わり。ご愁傷様。かかってきな。いいでしょう。毒性の乱れ。ほよ。いっといで。ふぅ。さあ来た。いっといで。私の番。そこ。行きますか。本気で行きますよ。行くぜ。まいろ。私の獲物だ。行っといで。さあ。よし。よっしゃ。いいでしょう。かかってきな。やれやれ。辻さん。シャキーン。あたしの番。クジャクの舞。元気出たよ。ほよ。ガオー。青二歳がとことん邪魔なやつだ。
それでどうするおつもりです？フロイドが言っただろう。蒸気機関をみんなで分け合うんだ。技術ってのはみんなを幸せにしてこそ価値があるもんだろ。変わらんな、パルテディオ。ようこそ我がロックカンパニーへ。おやっさん。久しぶりだな。会いに来たぜ。おお、ようやく私と働く気になったかね。いや、悪いが違う。あんたの時間は貴重だろうから、単刀直入に行くぜ。おやさん、俺たちを騙したのか？あんたが去った後、町は死にかけた。貧しさでな。ギフが言ってたぜ。契約書に文言を書き足したって。あんたがその契約書を交わした土地主だったんだろ。ああそうだ、私が君たちを騙した。私はいかなる手を使ってもあの銀鉱山が欲しかったのだ。おやさん、あんたは俺の憧れだった。だがいつからか道を踏み外したみてえだな。俺たちは商人だ。商談でケリをつけようぜ。蒸気機関の権利を売ってくれ。いい値で買い取るぜ。いつ何を。面白い、話してみろ。こいつは素晴らしい技術だが、独り占めしちゃ泣いちまうぜ。商人にも金より大切なものがあるだろう。お、なんだ。その幸せさ、価値あるものは分け合うべきだ。俺ならこいつを独占せず、世界中のみんなで分け合う。フロイド、だから俺はお前の夢に賛成してたんだ。パルテティオさん。変わらんな、パルテティオ。面白い、その話。なら社長。そう来なくちゃな。で、お代はいくらなんだ。800億リーフだ。800億。むちゃくちゃだ。小国を動かせる額ですよ。君の言う皆の幸せを変えるのだ。高い代価ではないだろう。なるほど、さすがです、社長。よし、決めた。受けて立つ。用意してやるぜ、800億。の商人同士、二言はねえな、おやっさん。なるほど、契約書を用意して。
我が社は800億リーフにて蒸気機関の権利を売却する。確かに受け取ったぜ。契約成立だな、ファルテリオ。ではこれで失礼する。商談が山積みでね。おう、次に会うときは800億が土産だ。楽しみにしているぞ。聞いてましたよ、パルテティオさん。お、新聞よ。大富豪ロックブリリアント、旅の商人に喧嘩を売る。その額なんと800億リーフ。次回の新聞の一面はこれで決まりです。さあ、アヌ様にも伝えなきゃ。あんた、どこにでも現れるな。しかし、800億なんて金額、どうやって工面するんですか？勢いでああ言っちまったが、稼ぐしかねえだろう。地道な積み重ねは商売の基本だ。何百年かかるか分かりませんよ。耳寄りな情報があります、パルテティオさん。何？買うぜ、新聞屋。西大陸にロック氏に並ぶほどの資産を持つ貴族がいます。その名も大貴族アルロンド。西大陸のウェルグローブという町の大地主です。へえ、匂うな。いい商売ができそうだ。決めた。そのアルロンドに会いに行くぜ。俺の靴も磨いてくれるか。よ、坊主、いい汗かいてんな。ほら座って、ピカピカにするよ。へえ、いい仕事するな。弟たちを食わすためにずっとやってるからさ。その器用な手先がありゃ、いろんな仕事ができるぜ。なあ、なんか将来やりたいことはねえか。靴磨きも立派な仕事だが、ずっと続けるにはきついだろう。世界中を見て回りたい。俺、生まれてからここを出たことなくて、世界を見て回れるようなそんな仕事をしてみたい。いいじゃねえか、そいつはでけえ夢だ。さ、出来上がりだよ。ありがとな、坊主。これで胸張っていけるぜ。
忘れるんじゃねえぞ、その夢。望む仕事ができる世の中にしてやる。だからちと待ってろ。